この地は私がいただきましたわ。お前はぎ、これだけの金髪。うまくいったようです。こんなん、困難ではありませんわ。殿の志は皆の心に生きている。神の世、必ず実現してみせよう。バッチョ、さあ同じ絶望の闇に一緒に落ちるのよ。笑顔で参りましょう。諸君を守るため、どんな難敵が来ようが引きはせぬ。我ら教族は義についた。バチョ、覚悟せよ。教族までもが敵に。生徒に行かせぬよう、ここで止めねば。邪魔なのが一人いるよ。俺が止めちゃっていいよね。構わせはしません。あなたのお相手は私が務めましょう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ファイヤー。敵も少しはできるか。面白くなってきたぜ。ここで命を捨てるわけにはいかない。生きて職を支えねば。バッチョ、なぜお前は私の手をすり抜ける。この悪夢は永久に続くというの。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。地上をかきたてられるご活躍、お見事です。迷いのない戦ぶりですね。
そのお力、時に羨ましく感じます。核を先導せよとの命でしたな。用意は万端整っておりますと。早速県令へ向かいましょう。護衛をお願いできますかな。大王、諸君は間もなく南中を攻めてきます。その前に魏と協力して倒すべきでは。諸君の奴らは南中を狙ってやがったか。許せねえ、叩き潰してやら。その意気だよ、あんた。私たちの家族を守らないとね。うまくいったようです。困難ではありませんわ。すげえな、おめえ見どころがあるぜ。私もですが、私もです。まあ、うまくいったようです。困難ではありませんわ。お上手ね。いい感じですわよ。
で防御態勢を取るのだ。どうか引いてほしい。それがきっとあなたたちのためでもある。五の援軍が生徒に到着したとのこと。しかしどうも兵数が少ないようです。五の真意が見えたな。やつらはすぐに職と手を結び直すだろう。五の真意が知れたところで何になる。あんな数では役に立たんではないか。賢礼、南中より猛角の軍が生徒に到着しました。職に攻められるという技法を信じたか。予定通りにことが運んだな。私に追い返せればよかったが、やはりこうなってしまったのか。無能な者どもに手を焼かされはしたが、諸葛亮のおらぬ職軍など他愛もない。貴様が劉備の息子か。義弟自らここまで来られるとはさぞ大変だっただろう。諸葛亮が一言ねぎらいたいと。どうか聞いてやってほしい。何、諸葛亮だと。病ではなかったのか。我らは決して葬儀に下りません。決戦を望まれるのであれば受けて立ちましょう。その時はどうか背後にご用心。では戦場でお会いいたしましょう。背後、諸葛亮め、もしや奴も後に手回しを。我らは今全軍で諸国を攻めています。後に背後をつかれては防ぐ術はござらぬ。これも生徒に到達するのが遅れたせいか。申し訳ございません陛下。中達よ、お前の責任ではない。全員がお前の命令を忠実に実行すれば今頃職は滅んでいただろう。うちに憂いを抱えるのは職だけではない。私もお前も手を焼くな。はあ、まあいい。職を滅ぼすことはできなかったが、孫悟の真意を知ることはできた。全軍出立の準備だ。急ぎ都に戻るぞ。この命を破棄されるのですか。当然だ。関を討つという共通の目的を果たした今、すでに呉は我らを攻める算段を立てているだろう。確かに呉は再び職と命を結んだ。いずれ両面からこちらを攻める可能性は高いでしょう。それとて我らという共通の敵がある間だけである。つまり命など一時の方便に過ぎんということだ。その方便で
他者が己を裏切る前にこちらから相手を切るということですな。違うな、中達よ。そもそも判断とはただ理に照らすべきもの。そこにさまつな情を交えるゆえ裏切る裏切られるなどと考えるのだ。慶願感服いたしました。もはや何者と命を結ぶこともない。乱世を終えるため呉も蜀も徹底的に叩くぞ。士官殿、呉は長江に数百里にわたる城壁を作ったようです。うん、壮観だな。敵ながら見事な手際よ。孫吾にも天下をうかがうに相応の人材がいるようだ。攻め落とすのは難しいかもしれんな。いいえ、果たしてそうでしょうか。呉は医療の戦いで勝利したとはいえ、その国力は疲弊しているはずです。ならば短期間でこれだけの城壁を築けるわけがありません。きっと何か仕掛けがあるはず。なるほど、何かからくりもあろう。しかし孫吾が侮れないこともまた事実。私はかつて合肥にて孫吾の将士と刃を交えたが、皆知勇に優れる忠士であった。陛下のおっしゃる通り、人材こそが孫吾の脅威であろう。ならばこちらも知勇を尽くして戦うまで。いざ我ら葬儀の軍の盛況なるを示さん。蜀との戦で消耗している今が好機だ。反復常なき孫吾をここに打ち滅ぼせ。